自宅でパソコンを使い収入を得る人が急増中。ネット普及の背景が要因か、今不景気の影響で収入が減少する中、自宅で本業以上に稼ぐ新しいワークスタイルが注目されています。その新しいワークスタイルの真相に迫ります。詳細はこちら。ラグビー経験者の芸能人、日本の快挙に感動。3度、涙、浜田学、すげえ。ラグビー日本代表が、ワールドカップイングランド大会1次リーグ初戦で、南アフリカから歴史的勝利を挙げ、20日、ラグビー経験者の芸能人からも、歓喜の声が相次いだ。お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお、41、富澤たけし、41、ワブログで、小鳥肌。涙が出ましたと、日本の快挙に感動。俳優の浜田学、27、は、主演するテレビ東京、釣りバカ日誌、新入社員、浜崎善介のツイッターで、ラグビーすげーと興奮気味に綴った。サンドウィッチマンの2人は、仙台小ラグビー部の同級生。日本代表が大金星を挙げた直後に、ブログを更新し、やった。南アフリカに勝った。超鳥肌。涙かっけ。伊達と大興奮。終了間際に、PG で同点を狙わず、トライにこだわって逆転勝ちを収める展開に、最後の数分、引き分けではなく、勝ちを狙いに行き、そしてジャイアントキリングをやってのけました。その戦い方に涙が出ました、富澤と感服した。浜田は、中学、高校とラグビー部。日本時間の20日未明の試合だったため、朝、完全に寝坊しちゃったなぁと綴った。